はい皆さんこんにちは今日は先日から大好評のスノー a i 専用のカシビルダーこれをまたまたバージョンアップしましたので皆さんにお知らせをしたいと思いますこのチャット GPT 用の GPT 図これはですね皆さんに無料で使っていただいていますただしプラスユーダーの方しか使えませんのでその辺はご注意ください この SnowAI 専用歌詞ビルダーというのは名前のごとく SnowAI という今大ヒットの音楽生成 AI これに歌詞を与える時にとっても便利なようなツールですそしてこれを今3度目のバージョンアップということでアップデートをしてまして今回のバージョンアップはですねコーラスこれをうまくつけようという そういういものですですからその新機能を特に説明したいと思いますじゃあやってみましょう最初はこのスノー a i 歌詞日本語で手伝ってというのをクリックしますするとメニューを出してきますのでそのメニューに対して回答をしてください一番最後の6番目の項目に「ディレイコーラス」を入れるか といいいう新機能がついていますじゃあどのようにやるか見ててくださいまずは曲名とか全体のイメージとかそういうのを入れますタイトルは「春の雨雲」とでもしましょう j p o p でそして女性のシンガーそしてディレイコーラスは入れるか入れないかですがこれは入れるということで省略形も使えます「ディレイ入れて」と。 半分程度にこうやって括弧でくくっておきましょうまあ絶対この方法がいいというわけじゃなくって GPT に伝わればいいですこんな感じでワンコーラスだけにしましまょうもちろん3コーラスとか通常楽曲っていうのはそんな感じにありますので皆さんのご希望で入れていただいたらちゃんと3コーラス全部作りますそして 素の AI も先日から僕の方で解説しましたように1分20秒だけじゃなくて長尺の楽曲っていうのも作れますのでまた動画の方はそちらの方の動画もわからない方は見直してくださいじゃあこれで送りますはいタイトルは春の雨雲そういうことでこのように入れてくれましたコーラスの部分で運ぶメッセージ そして重ねてというようなコーラスを作ってくれましたスノー w AI の方では括弧で括るとですねコーラスを歌ってくれるという素晴らしい機能がありますのでもちろん僕のこのソフトを使わないとしてもそういうやり方でテキストを打っていただくとできるということもお伝えしておきましょうでも自動でやってくれたら便利ですよねじゃあこんな感じでここにスタイルオブミュージック というのもこのようにありますので、後でコピペしやすいようにですね、この辺を出しておきましょう。そして今日はテストですから、全体はやりません。このようにコーラスを歌ってくれてるところ、ここをちょっとやってみようと思いますのでコピーします。そしてスノの方に行きます。スノ AI と打つだけで出てきます。 メイクソングを押します次することはこのクリエイトですそうすると過去にこのように作ってあるものも出てきますそしてカスタムモードにして今の歌詞を貼り付けますそしてここで貼り付けて1分20秒内にだいたい収まる音楽というのは2セクションぐらいまでバーストコーラスとかですねそんな感じでその1ブロックが 4行5行程度それぐらいいだだと思ってくださいあんまり長い歌詞を書くとですねうまく収まらなくてしりきれトンボになったりする場合がありますのでそこは気をつけてくださいそしてスタイル・オブ・ミュージックの方もコピーしていきましょう英語で方がいいと思いますので爽やかな j p o p そして柔らかなメロディーで女性シンガーこれも自動で書いてくれるので便利ですよね でも違うと思ったらまた皆さんで考えてください。こんな感じに言います。それと女性シンガーと書くと必ず女性シンガーで歌ってくれるんですがその他のソフトメロディーズというのは必ずプロンプトが言うこと聞くかというところまでまあもう100回ぐらい作ってますけれどもまだ完全に把握はしていません。 皆さんもいろいろ工夫をして分かったことがあったら YouTube のコメント欄とかにもお教えくださいじゃあこれをコピーします角の方に貼り付けますそして曲のタイトルは「春の雨雲」ということでこれをまたコピーしますまあこのぐらいだったら打つ方が早いというのもありますけれどもこうやって入れればいいわけですじゃあここでクリエイトをしましょう これ、待つのって、待ち時間がウキウキするし、どうなるんだろうっていう風に、すごく待ち遠しいですよね。だいたい三十秒から一分の間に作ってくれます。今日はショートカットしておきます。はい、出来上がりました。じゃあ、聞いてみましょう。 優しい雫が砲を伝う君との思い出重ねて新しい季節を待つはいこういうところから次のセクションをうまく作っていけばさらによくできるということになります。別ににこれはたくさんん出ても邪魔になりません いらないと思ったらピッ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 と消してくれればいいだけですので皆さんこのコーラス部分をうまくつけてくれる今回の新機能これは悪くもないですので是非一度チャレンジしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。まったねー。